1901年から1972年のカメルーンの領域の変遷新カメルーンは1911年にフランス共和国からドイツ帝国に割上されたアフリカ中央の領域。現在のチャド、中央アフリカ共和国、コンゴ共和国、ガボンの一部に相当する。1907年、ドイツ保護領カメルーン総督のテオドールザイツはフランス領、コンゴの領有を主張した。 ドイツ保護庁カメルーンから外洋に繋がるタイガはコンゴ川しかなくカメルーンより東の領域を獲得することでコンゴ川をさらに活用できると考えた。1911年4月、モロッコの侵略権で対立していたフランスとドイツの間で第二次モロッコ事件が発生した。フランス側にはイギリス帝国とベルギーがついていた。7月9日、両国は 交渉を行うことを合意した。11月4日、フェス条約が結ばれた。ドイツはフランスがモロッコを支配することを認める代わりに、フランス領、今後の一部と、カメルーン北部のロゴーヌ川とシャリ川の間の地域を獲得し、新カメルーンとした。新カメルーンは直ちに、ドイツ保護領カメルーンに並行され、ドイツ保護領カメルーンの面積は46.5万。 キロ平方メートルから76万キロ平方メートルに増加した。この取引に対してドイツ本国で議論が発生し反対派は新領土から得られる利益は少ないと主張した。この問題を受けて植民地長官が辞任した。1914年第一次世界大戦が始まりフランスはこの領域を再獲得しようと試みた。1916年 フランスはカメルーンからドイツを駆逐し、委任統治療とした。フランス領赤道アフリカには統合しなかった。アン7 4バ4 a b c ダランシーダランシー200アン128ありがとうございます。